創始庵へようこそ。本日は本格的に武士の世が到来するきっかけとなった保元平治の乱を紹介するわ。武士の世ってどういうことさ。この戦は一言で言えば朝廷と摂関家のそれぞれで起きた権力争いなんだけど、こうした権力争いに初めて武士が投入されたのがこの保元平治の乱なのよね。ああ、家督争いを武力で解決しようとした初めての事件ってこと？そうそう。この事件をきっかけに摂関家の力は大きく衰えて、武士が政治にまで口を出すきっかけとなって、鎌倉時代に編纂された愚管抄の中で武者の世になった、そう評される事件ね。興味があれば最後まで見ていってね。創始庵へようこそ。さて、保元平治の乱は正確には保元の乱と平治の乱の2つの戦乱で構成されるわ。まずは保元の乱を解説すると、これこそまさに最初に総括した摂関家と朝廷の権力争いで、主に朝廷の崇徳天皇と後白河天皇、そして摂関家の藤原頼長と藤原忠通の家督争いを指すわ。今回は特に争いを仕掛けたとされる崇徳天皇と頼長を中心に解説するわ。崇徳天皇は鳥羽上皇と藤原の明子との間に生まれた子で、保安4年に鳥羽上皇から譲位されて皇位を継承したの。でも保延5年に鳥羽上皇と藤原の徳子との間に後に近衛天皇となる子供が生まれたことで事態は大きく変化したわ。この時代すでに明子よりも徳子が鳥羽上皇から寵愛を受けていたことで、鳥羽上皇は崇徳天皇よりも近衛天皇に皇位を継承してもらいたいと思うようになったわ。そこで保永5年に崇徳天皇に譲位を迫ったわ。いやまあ、そりゃ好きな人との間に生まれた子を大切に思う気持ちはわかるけどさ、いくらなんでも強引すぎない？まあそうよね。さらにこの二人の対立を表す逸話として、愚管抄では崇徳天皇が近衛天皇に譲位する際、近衛天皇を崇徳天皇の養子にして崇徳天皇の皇太子として譲位することを条件としていたにもかかわらず、譲位の宣明には皇太帝と書かれていたと記されているの。それの何が問題なのさ。この時代は日本史では院政の時代と言われていて、これはざっくり言うと天皇の父親である上皇が幼い天皇の代わりに政治を行う制度を指すわ。あれ、じゃあ新しい天皇が弟だったら政治ができないってこと？そういうことになるわね。そしてこれが原因で二人の関係が悪化して、保元の乱で崇徳天皇が反乱を起こしたと考えられていたの。まあ、実の父親に裏切られたわけだからね。ただ、現在の研究ではこの説は間違っている可能性があって、そもそも院政の時代には大人の天皇が幼い天皇に譲位することはさほど珍しくなくて、鳥羽上皇自体も21歳の時に崇徳天皇に譲位しているの。じゃあ、鳥羽上皇は崇徳天皇を愛してないから早く譲位させたわけじゃないんだね。実際譲位の後も鳥羽上皇と崇徳上皇の関係は良好であったと考えられていて、例えば天皇が新年に父親である上皇に挨拶をしに行く朝勤行幸という行事があるんだけど、崇徳天皇は毎年欠かさず行った記録があるの。まあ仲が悪かったら挨拶はしたくないよね。それに鳥羽上皇の祖父である白河天皇の護願寺である宝生寺では、毎年7月に白河天皇の冥福を祈る法華八行が取り行われていたの。このうち、崇徳上皇の譲位後にあたる久安3年には崇徳上皇と鳥羽上皇が一緒に行っていることが確認されるの。これは鳥羽上皇の後継者としての崇徳上皇の姿を印象付けたでしょうね。大事な家族の法要にわざわざ嫌いな人と一緒には行かないよね。そうよね。さらに言うと、鳥羽上皇は熊野大社をめぐる熊野詣が趣味で、定期的に参詣していたの。一方、崇徳天皇はどちらかというとインドアな人で和歌を読む歌合わせを定期的に開いていたわ。そんな彼が唯一熊野詣をしたのが弘治2年のことで、この時鳥羽上皇に同行しているの。お父さんの趣味に付き合ってあげたってことだね。おそらくそういうことでしょうね。でもさ、仲が悪かったわけじゃないならどうして崇徳天皇は反乱を起こしたんだろう。彼らの仲が悪化するきっかけとなったのは92年に近衛天皇が後継者を指定せずに崩御したためね。この時後継者として崇徳天皇の王子である重仁親王と、崇徳天皇で後の後白河天皇になる正仁親王の王子である森仁親王がいたわ。彼らはいずれも近衛天皇の生母である藤原の徳子に養子に出されていて、彼らのうちどちらかが次の天皇になると考えられていたの。じゃあ、もし正仁親王が皇位を継承すれば崇徳上皇が院政を担えるってことだよね。そういうことね。さて、実は崇徳天皇と鳥羽上皇が不仲だった理由として、鎌倉時代の孤児談という説話集の中にこんな話が掲載されているの。
それは、崇徳上皇の父親は鳥羽上皇ではなくその祖父の白河院であるというの。そのため鳥羽上皇は崇徳上皇のことを、戸籍上は子供だけど実際は叔父であるという意味で叔父子と呼んだというの。つまり鳥羽上皇の妻の藤原亜希子が白河院と浮気して産んだ子が崇徳上皇ってこと？そういうことね。まあ、これはあくまで当時流れた噂で真実じゃないと考えられるけどね。さっきも鳥羽上皇と崇徳天皇は仲悪くなかったって教えてくれたもんね。でもじゃあどうしてこんな噂が流れたのさ。それを理解するにはもう少し院政について紹介する必要があるわ。そもそも院政というのは引退した天皇が政治を行うという印象を持たれがちだけど、その他の条件として1天皇が幼少であること、2天皇が直系存続であることがあったの。直系存続って何さ？自分の子や孫のことね。じゃあ自分の子じゃないと院政で政治をできないってこと？まあさっき紹介した崇徳上皇と近衛天皇のように養子の場合は院政はできるけど、基本的にこの時代は血縁関係に基づく家という考えが重視されていたの。そんな時代に崇徳上皇が鳥羽上皇の子供ではないとなったらどうなるかしら。そりゃ崇徳上皇に皇位継承権はないって話になるよね。そうよね。そこで重仁親王の皇位継承を妨げたい藤原の徳氏と藤原忠通がこの噂を流したと考えられるわ。さて、こうした情報戦の結果もあってか森仁親王が皇位継承者に選ばれたけど、父親が存命にもかかわらず父親を差し置いて子供が即位する前例がないとして、まず父親の正仁親王が即位したわ。後白河天皇の誕生ね。彼は崇徳上皇の弟として大治2年に生を受けたわ。この時すでに崇徳天皇は鳥羽上皇から譲位されていて、さらに間もなく近衛天皇が生まれたことから彼は皇位継承と程遠い生涯を送っていたの。そのため当時の朝廷では教養として尊ばれていた和歌をおろそかにして、今用という庶民の間で流行っていた造花を好んでいたわ。この様子を鳥羽上皇は、委託さただしくお遊びなどありと遊びほうけている様を天皇にはふさわしくないと批判しているの。そのためこの後白河天皇はあくまで中継ぎの天皇でしかなかったの。そんな人でも天皇になれちゃうんだね。というのもこの院政期には上皇の寵愛を受けた院の近臣という人たちが権力を持っていたんだけど、鳥羽上皇の院の近臣には新税というお坊さんがいたの。彼はもともと中流貴族の出身でこの時点ではすでに出家していたんだけど、鳥羽上皇の寵愛を受けることで異例の出世を遂げていたわ。まあ、権力者が自分のお気に入りの人を優遇することはよくある話だよね。そうよね。そしてこの新税の妻の藤原の長子は後白河天皇の乳母を務めていたの。この乳母というのは母親に代わって育児をする女性のことで、乳母となった女性は自分が育てた天皇の下で権力を振るったことで知られているの。じゃあ後白河天皇が即位すると乳母の藤原の長子や旦那の新税が権力を持てるってこと？そうそう。だから新税の思惑によって後白河天皇が即位したことになるわね。そしてこの後鳥羽天皇の即位によりいよいよ本格的に院政の道が閉ざされたことで、崇徳上皇が方言の乱に参加したと考えられるの。ここまでが朝廷から見た方言の乱の経緯ね。ここからは摂関家から見た方言の乱について解説するわ。摂関家というのは藤原道長の子孫たちの家庭でいわゆる上流貴族の一族になるわ。とはいえこの頃には院政の開始とともにすでに道長の時代ほどの権力はなかったんだけど、天智2年に摂関家当主の藤原忠通に子供が生まれなかったため彼の弟の藤原頼長が養子として迎えられたわ。しかし弘治2年に忠通に息子が誕生すると彼は息子に家督を譲りたいと思うようになるの。そこで彼は朝廷に近づこうと養女の定子を近衛天皇の皇后に推薦したわ。一方頼長も養女の勝子を入内させようとしていたの。この時定子は徳氏の養子とされていたことや忠通は敏子の家族と婚姻関係にあったことなどから徳氏は定子を後押ししたわ。人脈で勝ってたってことね。そうそう。この争いは結局勝子が皇后、定子が中宮となることで一応解決したんだけど、この時代中宮の方が皇后よりも立場が上だと考えられていたから近衛天皇は定子と過ごすことが多くて、実質的に忠通が勝利した形になったわ。ただこうした争いに怒りを感じたのは二人の父である藤原の忠実だったわ。忠実は忠通を宇治長者から追放し、代わりに頼長を摂関家の宇治長者にしたの。ただし忠通が任命されていた関白の職については任命権が天皇にあるため、鳥羽上皇は忠通を関白に続投しつつ、ほぼ同等の職権を持つ内乱という職に頼長を任命したの。なんていうかさっきの近衛天皇のお嫁さん選びもそうだけど、
中立って言えば聞こえはいいけどなんかどっちつかずって印象だよね。そうなのよね。その結果、後白河天皇の時代になって頼長は一方的に内乱の職を与えられず朝廷で孤立を深めていったわ。これが頼長が方言の乱に参加した理由と考えられているの。さてではもう一人重要な人物を紹介しておくと、この方言の乱を頼長と崇徳と共に戦った源為義がいるわ。彼は後の鎌倉幕府将軍となる源頼朝を送り出した河内源氏の武将で、この河内源氏はもともと平の清盛の伊勢平氏と並び武家の有力な家系だったけど、彼の父の源義親が官物を横領した挙句人民を殺害した罪で起きえる罪になった後、流刑地の沖から逃亡して出雲国の支配者を殺害した罪で清盛の祖父の平の政盛によって追悼されたの。こうした事件により権力が衰えていたわ。とはいえトバインの時代の北面武士、つまり軍事を専門とする中流貴族として重用されていたんだけど、為義自体あまり素行が良い人物とは言えず、例えば大治5年には前期の神北瀬助をいじめたとして天皇から処罰を受けているの。いじめとか最低だね。この他彼の部下たちも素行が悪く、そのため保永2年には検非違使の任を解かれているわ。これを不服と感じた為義は鳥羽上皇に寵愛されていた各番という層に取りなしを依頼するけど失敗し、この頃から忠実などの摂関家に接触を図るようになったわ。ここでは忠実の指示で摂関家の管理する荘園で起きた揉め事の解決などを担当したみたいね。こうした活躍が実を結び弘治元年に検非違使に復帰。やったね。ただ弘治元年に息子が騒動を起こした際に十分な対処をしなかったとして、再び検非違使の任を解かれ、必則といって家から出ることを禁じる処罰を受けることになったわ。さてでは登場人物が出揃ったところでいよいよ乱について解説するわ。戦乱のきっかけは方言元年の7月2日に鳥羽上皇が崩御したことにあるんだけど、実際はその1ヶ月前の6月頃から崇徳上皇と藤原頼長が反乱を起こそうとしているという噂があったの。そのため平の清盛や源為義らに鳥羽上皇の死後も特使に仕えるという誓約書を提出させているわ。いやいや、さらっと為義裏切ってんじゃん。それはそうね。この時代上皇のもとには北面武士という武力を専門とする貴族が多く仕えていて、この戦乱で活躍する平の清盛や源義朝なんかがいたわ。彼らは鳥羽上皇の求めに応じて鳥羽上皇の邸宅の警護に当たっていたの。さらに鳥羽上皇が亡くなった3日後の5日には当時の警察官に相当する検非違使などが集められ都を警備したわ。判断が早いね。というのもこれは現在では崇徳、頼長が積極的に反乱を起こしたというより、むしろ後白河天皇や徳氏、それに新勢が積極的に仕掛けたと考えられているわ。というのもこれまでの話を思い出してもらいたいけど、崇徳上皇は院政の道こそ閉ざされたものの、息子の重仁親王がいて彼に皇位を継がせることで院政はできたわ。一方の後白河天皇は鳥羽上皇の寵愛を受けているだけの新勢の指示で権力を維持しているに過ぎず、新勢もまた鳥羽上皇が崩御したことでとても不安定な立場に追いやられていたわ。まあ権力者に優遇されているだけの人がその権力者が死んだ後失脚することは珍しくないからね。そういうことね。それは徳氏にも同じことが言えるわ。さらに崇徳上皇は後白河天皇が今ように没頭し天皇としての素質に欠けていることから、鳥羽上皇亡き朝廷で後白河天皇を廃位に追い込んで重仁親王を即位させることもできたはずなのよ。まあ後白河天皇はあくまで中継ぎの天皇でしかなかったんだもんね。さらに摂関家の権力争いでもむしろ追い込まれていたのは忠通だったわ。というのもあくまで氏長者は頼長のもので、鳥羽上皇がいなくなった以上、頼長が摂関家を引っ張っていく未来も十分にありえたのよ。そうなると後白河天皇や新勢、徳氏、忠通の方が不利ってこと？そういうことね。だからこそ彼らは鳥羽上皇が亡くなる前から反乱があると噂を流すことで、積極的に崇徳天皇側を追い込んでいったと考えられるわ。まあ実際積極的に早くから武力を集めてたのは後白河天皇側だもんね。そうそう。さて平の清盛は鳥羽上皇に仕える一方、彼の警護が重仁親王の乳母でありどちらについても美味しい立場にいたわ。そこで彼がどちらにつくか判断できず行動に移せないでいたところ、5日に後白河天皇側につくことが決まったため、後白河天皇陣営は積極的に崇徳、頼長を煽るようになったわ。まず翌日の6日に頼長に仕える源親治を平元盛が逮捕したことを皮切りに、8日には頼長の本邸が源義朝らによって封鎖されるという事件も起きてるわ。この義朝は為義の息子で、後の源頼朝の父になる人物ね。
そして10日にはこうした出来事に危機感を持った崇徳天皇は御所から抜け出し頼朝と合流。遅すぎない？この遅さこそ彼らが反乱を積極的に起こしていない根拠でもあるわよね。反乱するには動きが遅すぎるからね。そして翌日の11日には後白河天皇側が崇徳天皇を攻めることで戦乱が始まり、この日のうちに崇徳天皇側が敗北。藤原頼長は戦死、為義をはじめ参加した武士の多くは死刑となり、崇徳天皇も讃岐に島流しとなったわ。崇徳天皇何も悪いことしてなくない？戦争に負けるっていうことはたとえ無抵抗であっても悲惨なことにしかならないのよ。悲しいね。さてこの戦争の結果起きた様々な不満が吹き出したのがもう一つの平治の乱と言えるわ。保元の乱では摂関家は為義をはじめ多くの武士を失い、また忠実の所領は忠通が継承したものの、頼長の所領は朝廷に没収となり、摂関家の力は大きく削がれることとなったわ。それでなくても院政で弱ってたのに。そうそう。一方新税は一族の多くが異例の出世を遂げ、ここから平治の乱までを新税時代と呼ばれるまでになったわ。また平の清盛は当時の最高の役職であった播磨の神に任命され、彼の弟の平の常盛もまた秋の神に任ぜられたわ。ただ一方義朝は様の神という戦に使う馬を管理する役職に任命されただけで、清盛と比べると十分な恩賞が得られていなくて、これが平治の乱につながったと考えられているわ。その恩賞は少なかったの？歴史学者の古澤直人さんはこの時代の功労者に対する褒賞を分析した上で、あらかじめ功労者の意向を聞いた上で褒章が与えられた。でも義朝は聞かれた形跡がない。褒章は官位と官職の両面にわたって実施される。でも義朝は官職こそ与えられたものの、官位は15位下のまま昇進がなかった。この当時功労者には官位の億階といって2階級特進のようなものが認められていた。義朝の場合それもなかった。功労者には親族にも褒章が与えられる。さっきも紹介したように清盛は弟にも与えられているのに対し義朝は与えられていない。こうした特徴を分析した上で義朝が褒章に不満を持っていたことを実証しているわ。様の神っていうのはそんなにいい褒章じゃなかったってこと？まあかなり順当な、普通の出世であれば十分な報酬だけど、ただ戦争で成果を上げた人、特に義朝は保元の乱で最も成果を上げていたことを考えれば、物足りないと感じたことは十分に考えられるわね。そのため義朝は新税に近づくことで朝廷内での権力を獲得しようとしたの。そこで新税の息子のこれのりを婿に迎え入れようとしたけど断られ、一方の平の清盛は新税の息子の重則を娘婿に迎えているの。この重則は出世頭なのに対し、義朝が婿に迎えようとしたこれのりはあまり出世していない人物だったの。じゃあ自分は格下の婿をもらえなかったのに清盛は格上の婿をもらえたってこと？そういうことね。このように義朝は不満を貯めていったと考えられるの。さて、ではこの平治の乱ではもう一人重要な登場人物がいるわ。それは藤原信頼ね。彼は藤原道長の兄である藤原道隆の子孫で、この時代中流貴族に過ぎない家柄だったわ。にもかかわらず後白河天皇と難色、つまり肉体関係を結ぶことで異例の出世を遂げていたの。さっきも言ったけど、この院政の時代には上皇の寵愛を受けた院の近臣が権力を振るっていたの。信頼はその典型といえる人物ね。ただし新税は冷静で信頼の異例の出世に異議を唱えていたというから、こうしたことが反乱につながったと考えられるわ。ここまでの話からも察してもらえると思うけど、この平治の乱は新税に対する抵抗という側面が強かったわ。平治元年の12月4日に平の清盛が熊野山系に出かけると、この隙に信頼と義朝が反乱を起こしたわ。9日には後白河上皇の御所である三条殿を襲撃したんだけど、この時後白河上皇の近臣である源諸仲や二条天皇の外戚である藤原の常宗など多くの人が反乱に参加しているわ。どちらかというと敵側の人も信頼たちに味方してるんだね。それだけ保元の乱で急速に力をつけた新税に反感を持つ人が多かったんでしょうね。ここで後白河上皇と二条天皇は幽閉され、一足先に館を抜け出していた新税は逃亡先で自害したわ。そしてこれまでもともと後白河上皇の寵愛を受けていた信頼が彼を裏切り二条天皇を擁護し、二条天皇の下で義朝は十四位下播磨の神、息子の頼朝は十五位下右兵衛権之助に任命。おそらくこれが彼が望んでいた十分な褒章だったんでしょうね。反乱を起こしてすぐに昇進を望んでるあたり、やっぱ満足してなかったんだね。そうね。とはいえこうして反乱で得た権力は多くの公家たちの反感を買ったし、
後白河上皇の近臣だった信頼が二条天皇に乗り換えたことは、もともと二条天皇に仕える藤原の常宗らにとって面白くない話だったわ。そんな時に17日には反乱を聞きつけた平清盛が帰京して、25日には常宗らと共に天皇を御所から脱出させ、26日に二条天皇によって信頼と義朝の追悼の宣旨が下されたことによって、清盛らは賊軍となった義朝らを襲撃し、信頼は捕らえられた末斬死刑、義朝は逃亡先の終わりで永田忠宗によって殺害されたことで終戦となるの。なんかあっけなかったね。まあ朝敵となった人は基本的に無事では済まないからね。それだけ天皇の権威はすごいってことだね。そうね。さらにこの事件ではもう一人戦争に参加して裏切った常宗も処罰されていて、彼もまた道長の子孫である藤原摂関家の一族であったことから、これにより摂関家の力はますます衰えたの。致命的だね。一方、今回の件でますます力をつけた清盛一族は朝廷の政治にも関与するようになったわ。今回の解説をまとめると、保元の乱は後白河天皇と崇徳天皇の朝廷での権力争いと、藤原の忠通と藤原の頼長の摂関家での権力争い、この権力争いに初めて武士が介入した事件になるわ。この結果勝者側にも摂関家はいたものの、全体的に見れば摂関家は武力を失い、所領を朝廷に取られたことで財力も削れたわ。そしてこの戦争以降、急速に力をつけた後白河院の近臣の親政に対抗すべく、信頼と義朝が結託して平治の乱を起こしたものの、清盛によって鎮圧され、戦乱に参加した罪で摂関家の常宗が処罰されたことで、ますます摂関家の力が衰えたわ。こうした二つの戦乱を通じて、道長亡き後ギリギリ保たれていた摂関家の権威は衰え、平清盛をはじめとした武士が政治に口を出すきっかけとなって、その後の鎌倉幕府、室町幕府、江戸幕府という武士政権の基礎となったわ。そうやって見ると、この戦乱がいかに大きな意味を持ってたかがわかるね。そうよね。さて、では次回はこうして勝者へと上り詰めた平清盛をはじめとする平家が、今回敗者となった義朝の息子として伊豆へ取る際になった頼朝によって討ち取られる戦乱、俗に言う源平合戦、自称寿永の乱を解説するわ。興味があればチャンネル登録をして、次の動画も見に来てね。素材のご提供、ありがとうございます。参考文献はブクログで書評付きで紹介しています。本日のご視聴、ありがとうございました。この動画の他にも、日本の文化や歴史など解説動画を豊富に取り揃えております。よければチャンネル登録もお願いします。動画のリクエストがありましたらコメント欄にお願いします。それではまた、次の解説でお会いしましょう。お疲れ様でした。